今日はコロコロチキンステーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコロコロチキンステーキを作りたいと思います。今回はコロコロチキンステーキということで、一口サイズの柔らかジューシーで美味しいチキンステーキを作っていきたいと思います。そしてこのチキンステーキにオニオンソースを絡めていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに鶏肉の下味と、あとは焼くときに使う材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、薄力粉、お砂糖、塩、胡椒、そして焼くときにサラダ油を使います。ということで今回はね、鶏もも肉をねたっぷり使っていきます。今回使う鶏もも肉は2つ合わせて約 550g ぐらいです。なのでだいたい 500g から 600g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、おろしにんにく、そしてトッピングで青ネギと白ごまも使っていきます。ソースはこちらの材料で作っていきます。今回ね、おろしにんにくを使うんですけれども、お好みでおろし生姜を入れていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず鶏肉の下処理をしてください。こういった筋とか、あとはねちょっと黄色がかった脂身とか、あとは余分な皮の部分を取り除いていきます。で、あんまりね綺麗にやりすぎるとキリがないので、ざっとね気になるところだけ取り除いてください。はい、これで OK です。そうしましたらこれを一口大に切っていきます。まあ、切り方はねやりやすい方向で OK です。はい、だいたいねこのぐらいの食べやすい大きさに切ってください。今回ね皮付きの状態で作るんですけれども、もしね皮付きが嫌な方は取り除いていただいて OK です。ではね、もう一枚も同じように一口大に切っていきます。はい、お肉が切り終わりました。そしたらこちらのお肉はボウルの中に入れます。ではここに下味をつけていきます。まず一番初めにお砂糖を揉み込んでください。で、このねお砂糖を揉み込んでいただくことで、お肉が柔らかくなって、かつコクもアップしてとても美味しくなります。こちらのお砂糖はね必ず一番初めに揉み込むようにしてください。で、お砂糖のチャリという感じがなくなれば OK です。そしたらここに下味をつけます。塩コショウですね、だいたい3つまみから4つまみほどかけてください。これで混ぜます。はい、OK です。ではこちらね、だいたい10分ぐらいですね、下味をつけておきます。このようにね、上にペトッとラップをして、このまま冷蔵庫で10分漬け込みます。ではお肉を漬け込んでいる間に玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りはやりやすい方法で OK です。はい、玉ねぎのみじん切りはこれで OK です。このくらいのみじん切りにしてください。続いてソースの材料を合わせておきます。まずこちらにお醤油、そして料理酒、みりん、お砂糖、おろしにんにく、これをねまず混ぜましょう。そして先ほど切った玉ねぎを入れます。そして混ぜます。ソースの準備はこれで OK です。はい、今10分経ちました。お肉の下地はこれで OK です。そうしましたらここに薄力粉をふるい入れます。そしてお肉全体にまぶしましょう。で、薄くまぶすぐらいで OK です。で、このようにね軽くまぶしてでおきましょう。ちょっとねはたいてね。で、このように薄力粉を少しまぶしていただくと、お肉の肉汁を閉じ込めることができるのと、あとはねソースが絡みやすくなります。あんまりつけすぎるとちょっとぼってりとするので、薄くまぶすぐらいで OK です。はい、お肉の準備はこれで OK です。では続いてお肉を焼いていきます。フライパンにサラダ油を薄く敷きましょう。キッチンペーパーで伸ばします。で、伸ばしたらまだね火にかけない状態でお肉を並べていきます。お肉を並べるときは皮目を下にして置いていきましょう。はい、このように並べました。結構ねパンパンですけれども、これで焼いていきます。それではここに蓋をします。そして火にかけます。火加減は中火で3分から4分ほど焼き色がつくぐらいまで焼いていきます。はい、今3分経ちました。そしたら一度蓋を開けます。
そしたら焼き色をチェックします。あ、いい感じですね。こんな感じ。このようにいい焼き色がつけば OK です。そしたら裏返します。まだね、焼き色が足りないときはプラス1分ぐらい加熱してみてください。はい、OK です。裏返したらまた蓋をします。そしたら片面はだいたい2分から3分ほど焼いていきます。火加減は同じ中火で OK です。はい、今ね2分経ちました。そしたら一度チェックします。あ、美味しそうですね。でこうやってね見た時に焼き色がついてれば OK です。こんな感じ。ちゃんと火が通ってるか心配な方は一つね取り出して中を切っていただくといいかなと思います。この後もね少し煮詰めるので、だいたい8割ぐらい火が通ってれば大丈夫です。そしたら一度火を止めます。そしてこのね余分な油を軽く拭き取ってください。でそうすることでとてもねさっぱりとして美味しく召し上がっていただけると思います。はい、 OK です。それではここに作っておいたソースを流し入れます。タパタパタパーっと、あとお水も大さじ1加えます。そして火にかけます。火加減は弱めの中火です。このまま玉ねぎがしんなりするまで加熱していきます。でお肉をねこうやって絡めながら加熱していきましょう。はい、 OK です。このように玉ねぎにもしっかり火が通ってソースがお肉に絡めば OK です。これで完成です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでコロコロチキンステーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。玉ねぎのソースもしっかりお肉に絡まって美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、お肉もすごく柔らかくて、このね玉ねぎソースがよく絡んでてとても美味しく仕上がってます。これはご飯が欲しくなりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコロコロチキンステーキのポイントです。まず鶏肉なんですけれども、余分な筋、脂、皮、こちらは取り除くようにしてください。きちんと下処理をしていただくことで美味しく召し上がっていただけると思います。そして下処理をした鶏肉は一口大の大きさに切ってください。そして切ったお肉なんですけれども、一番初めにお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉も柔らかくなって、かつコクもアップします。そして10分ほど漬け込んだ後は薄力粉を薄くまぶすようにしてください。そうすることで旨味をギュッと閉じ込めることができて、かつソースが絡みやすくなります。この時にですね、薄力粉をたくさんまぶしてしまうとボテッとした仕上がりになってしまいますので、薄くまぶすぐらいで OK です。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、鶏の皮目を下にして焼くようにしてください。そして焼き色がついたら裏返して、反対側も同じように焼き色をつけてください。だいたいですね8割ぐらい火が通ったら、作っておいたソースを加えて玉ねぎに火が通るぐらいまで加熱していただければ OK です。あとはお好みで白ごまと青ネギをかけて召し上がっていただけたらと思います。今回ねご飯のおかずにもぴったりなんですけれども、お弁当のおかずにもおすすめです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコロコロチキンステーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。